はい、こんな感じです。左方向です。メタイトルじゃん。はい、こうやってブレーキがちゃんとかかってきますので。今回の動画は、トヨタの車なんですが、セーフティーセンスの安全運転支援系のデモをしてみたいと思います。チームメイトの中でも、このボクシーもそうなんですが、パーキングサポートブレーキというのはオプションになっております。で、こちらの車はパーキングサポートブレーキがついておりまして、で、もちろん人、それから障害物、そういったものを検知した時にブレーキをかけてくれるといった機能がついておりまして、またこちらパノラミックビューモニターもオプションとなっておりまして、まあ、ここでモニタリングをしながら警告音を鳴らしてくれて、障害物を検知してぶつかりそうになった時というのがブレーキをかけてくれるといった、そういった機能がついております。まあ、ちなみにこのボクシーで搭載されていて、プリウス、アルファード、ベルファイア、そういった新しい車にも随時水平展開して搭載されていくものとなっておりますので、実際にはどういった機能を示してくれるのか、どういった作動を示してくれるのかというところを見ていただければと思います。それではこちら、作動の方のデモを行っていきたいと思います。で、ここの道結構狭くなっておりまして、実はこういったパーキングサポートブレーキを使う意味において、かなり有効的な道になっています。でも結構もうこれでかなり効くようなところで、狭いところで、でもう当たりそうになったらピーっていう感じでなってくれます。で、ここパノラミックビューモニター見ていただくとお分かりいただく通りで、かなりこの車のクリアランス、速報のクリアランスというのが狭くなっているのがお分かりいただけるかと思います。で、こういった雑草とかが生い茂っているような状態で、もうかなりギリギリで、このミラーに当たるような、まあ、そういった道になっております。で、ここを抜けてしまえば、あとはもう大丈夫ですけれども、で、これが今、木の状態です。で、これ前進している時とまた後退している時とで、センサーの効き具合というのが異なりますので、ご紹介をしていきたいと思います。で、まず一旦出ます。このバックです。で、バックで、全然効き具合が違うのがお分かりいただけると思うんですけれども、結構これ狭くて、おそらく。この幅が1730しかないので、2メーターもないぐらいの、2メーターぐらいの道かなとは思うんですけど、まあ、結構このぐらいのミニバンでも狭く感じるとは思うんです。で、このぐらいでしたらまだ緊急ブレーキというものは作動しない状況です。これを超えるところでバーンとこう緊急ブレーキがかかるような状況になっています。今右がかなり寄ってるような状況で、もうパノラミックビモリター見ていただくとかなり右に寄ってるのがお分かりいただけます。右側方です。右側方です。で、これをこのアナウンスにのっとって車を動かしていけば、全然怖さというものは全くない。落ち着いて周辺を見ながら、ぶつかりそうなところに着目しながら車を寄せていけば、車をぶつけるといったこともかなり少ないと思います。右側方、右周辺です。右周辺です。で、これこんな感じで、また聞き慣れないような音が、右前後です。なかなか右前後っていう話も聞かないと思うんですけども、普段はですね、よく林道とか一方通行の道とか走ったことないような道で戻らなきゃいけないような状況になった時とか、こういった経験をされる方も多いかもしれないですね。で、これ気をつけなきゃいけないのは、いきなりブレーキがバーンってかかる場合があるので、そこはちょっと注意していただく必要というのがあると思います。右側です。狭くなりましたので、前進するのはそんなに大したことないんですけど、やっぱり後退するときって結構やっぱり気を使います。
じで、指後方です。はい、こんな感じで、この葉っぱとかでも結構もう効いちゃう場合があるんで、結構だからかなり積極的にこのトヨタの車って緊急ブレーキかけてくれるっていう制御になっているので、ちょっと他社の運転支援系とは異なるものになっているかなと思います。で、今回はまあ緊急ブレーキはかからずにしっかりと交代ができたということなんですけど、例えばあそこに、ここですね、雑草があります。で、これ雑草でもブレーキちゃんとかけてくれます。ちゃんと検知もします。いきます。前方です。この感じ、非常ピッ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 とは言ってくれます。場合によってはブレーキがかかるという場合もあります。まあ、ものによって検知の仕方が様々なところもあるんですけど、これだけ大きいものとかになると、前方です。はい、これで、ね、行っちゃうともう、まあ、ブレーキかからないといった場合もあります。なのでこういうところでちょっと試せないっていうところはもちろんあったりするんですけど、でも本当に硬いものとか周波数帯によってその辺っていうのは検知してるんだろうと思うんですけど、もう一度でもこうなってみたいと思います。あまりにもうまくいきすぎてしまったんで、もう一度行っていきたいと思うんですけど、ここの道が結構出にくくて、通常だと車が左右にここ左右に行くときってこういう出方をしないということがいけなくて、そうすると左前に行くと、そうビーってすぐなっちゃうんで大丈夫かなって思っちゃうんですよね。私ステップアップでもぶつけてしまった経験っていうのがあったんで、そのままちゃんとブレーキがダンってこう効いちゃう場合っていうのもあります。結構ギリですね。効かない場合もあると、雑草とかでしたら、まあ、効かない、まあ、効く場合もあります。最近の車はそうなんですけど、普通に走行する分には別にどんな車乗ってても大体誰でも乗れちゃうんですけど、やっぱりこういうところですよね。日本って狭い国なので、こういった狭いところとか、あと着慣れてないところとか、あとパーキングしたりするところとか、そういった時にいかに大きい車でも誰でも取り回しができるかっていうのが、やっぱりこれから結構重要な、これから出てくる車にとっては重要な機能になっていくということなわけなんですけど、まあ、なので、まあ、オプション設定されている状態 で、アルファードに関してはもう標準でついてます。アルファードさらにボクシーとかに比べるともっと大きくなりますので、やっぱり余計こういった機能ってついてる方がいいなと思いますね、個人的には。まあ、
車はその守るという意味、せっかく車買ったのにちょっとでもぶつけてしまったらなんかちょっと嫌になっちゃう、嫌になっちゃう人ってもちろんいると思いますし、後ろは結構ね、まっすぐ走らせようとするんですけど、実はちょっとまっすぐ走らなかったりとか、僕も結構車庫入れとかあんまり得意なことじゃないので、やっぱこういうものに頼るっていうのは結構重要。ミラーが結構これカメラついてるんで、このミラーつっちゃうとね、このパナリック両モニターのカメラの位置がずれたりっていうリスクもあったりするんで、ミラーを交換しなきゃならないという状況っていうのも出てくるで、自分がやったことになっちゃうんで、もちろんその新車保証とかは効かなくなると思うんで、保険で直さざるを得なくなっちゃうというような状況になっちゃうと思いますね。これがあるとこういった狭いところでもしっかりと通ることができると。はい、こんな感じですね。左後方です。これ今ブレーキって書いてあって、でアクセル入れてもブレーキが止まらないっていう場合があります。今これもうパーキングサポートブレーキオフっていう感じになります。ピーってなってて今後ろ下がれてるんですけど、パーキングサポートブレーキっていうのはもうこの時点ではオフになってるんで、ブレーキが解除されてしまうといった状況になります。だから一度切ってしまうともうパーキングサポートブレーキは解除状態になる。またこの状態ですと、もう一度リバース入れたんですけど、パーキングサポートブレーキというのは一度また戻る状態になります。なので結構積極的にブレーキ、緊急ブレーキっていうものをしてくれるのがこのセーフティーセンスで、他のメーカーってなかなか緊急ブレーキをしてくれる、積極的にここまでしてくれるものじゃなかったり実はします。ステッパーゴンも緊急ブレーキってこういったパーキングしている場面ですと、私今まで一回もなかったような気がします。普通にドラ知ってて、何かこう何か出てきた時にブレーキがかかるっていうことは、そこから車が出てきた時にブレーキがかかったってことはあるんですけど、こういった低い速度領域でかかるってことはなかったですね。でこれもかなり便利でして、前に車を詰めたいというところ、冷たいというか、はい、これでブレーキもちゃんとかかってくれますので、積極的に。で、これがこのぐらいの、ほとんどスピードが乗っていないような状態ですと、通常はブレーキかかりません。なので、トヨタのセーフティーセンスって、すごく進んでるんだなっていうことを、実際に買ってるオーナーさん、まあ、私も含めてなんですけれども、すごく思いますし、やっぱりトヨタ車買っといてよかったなっていうふうに思う部分っていうのが非常に強いと。でこれオプションにはなってるんですけど、でもねやっぱりちゃんとつけた方がいいなっていうところですね。ボクシーとかノアに関してはオプションです。でアルファードに関しては確か標準でついてたと思います。僕は運転慣れてるから大丈夫だよじゃなくて、やっぱりこういうものがついてることによって未然に車の修理代とか車をぶつけることっていうのがしっかりと抑えられますし、冷静に機械と連携して運転をすることによって車をぶつけなくて済みますし、修理するよりもセーフティーセンスフルオプションでつけた方が安い場合っていうのも当然ありますので、まあ、そういった意味からもこういったものをつけて頼るということはすごく重要なことなんではないかなということを皆様にお伝えできればなと思います。当チャンネルではカー用品のガジェット系を力を入れてレビューしておりますので、ぜひそちらの方もご覧になっていただけますと幸いです。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。